デピンは影の競争馬である。主な勝ち倉は2015年ブリーダーズカップマイル、2016年クイーンアンステークス、2016年ウッドバイマイルステークスである。2013年にチャーチルダウンズ競馬場の未勝利戦でデビューし4着に敗れた。2戦目の未勝利戦で勝ち上がると4戦目のプリンセスステークスで重賞初挑戦となり。 そこで重傷初制覇を果たした。3歳初戦を8着に敗れると、続く重傷も2連敗し、G1 初挑戦となったデルマー・オークスでは、勝ち馬から10馬進反差の8着に敗れ、この年を4戦未勝利で終えた。4歳初戦は、ジュリアン・ルパ・ルーキシュと初のコンビを組んで2歳時以来の勝利を挙げた。次走の G2 を制すと、2度目の G1 挑戦となる。 ジャストアゲームステークスで G1 発制覇を果たした。続く2戦は共に2着だったが、ファーストレディステークスを7場審査で圧勝すると、自走のブリーダーズカップマイルも制した。1月、テッピンは前年の PC マイルなどの活躍により、2015年のエクリプス賞最優秀芝品馬に選出された。5歳になると、サウスエンデバーステークス、ヒルズボローステークス、 ジェニー・ワイリー・ステークス、ディスタフターフ・マイル・ステークスと4連勝し、初の欧州遠征となったクイーン・アン・ステークスでも、ベラルドやエルベディアなどの人気馬を退けて勝利した。3ヶ月の休み明けで挑んだウッドバイン・マイル・ステークスも勝利し、前年秋から続く連勝を8に伸ばし、G1 は6勝目となったが、自走のファースト・レディ・ステークスは、大逃げを打った。 ォトコールを捉えきれず2着に敗れ、連勝はストップした。自走は、連覇を狙うブリーダーズカップマイルに出走したが、再び2着に敗れた。ドバイターフを目標にしていたが、前哨戦を戦通を理由に回避した。そのまま、ドバイターフも回避となり、レーズに出走することなく、競争意欲の喪失を理由に引退した。 初年度は種付けを行わない予定であったが、後にカーリンとの交配が発表された。2017年11月のハシュグティプトン、ノベンバーセールにおいて、クールモアグループによって800万ドルで落札され、アイルランドで繁殖生活を送ることになった。2018年5月1日に、ウイゴのヒンバが誕生し、同年はガリレオと交配された。ありがとうございます。